地上からのルートは封鎖されているみたいですね。地下から行けないか調べてみましょう。ねえ、トゥビー、砂漠にいた機械生命体、見た目は完全にアンドロイドと同じでしたね。確かに。僕らアンドロイドは創造主たる人間の姿を模して作られてるけど、機械生命体はどうして僕らの姿を真似するんでしょうか。考えてもわからないことに時間を割くのは無駄。そうですね。これはなんていうか異様な雰囲気ですね。喜びを分かち合おう。
こに繋がっているんだろう。レジスタンスの反応はあの建物の方向から発信されています。ここから先に進むには進めるルートがないか調べてみましょう。